グレートギフト。冒頭からハラハラドキドキが止まらないスリリングな医療ミステリー。病院内で発見された殺人球菌を作り出した人物が一体誰なのかが気になるところで、これまで演じた役とはちょっと違う病理医を演じる反町隆史さんのおどおどした陰キャキャラに注目です。さらに関西弁を完全に封印し標準語を話すお笑い芸人見取り図の森山慎太郎さんの演技が見どころとなっています。次回のお話は、藤巻辰臣が培養した球菌を使用し理事長を密かに殺害することができた心臓外科医の白鳥稔。新たに理事長となり、より良い医療を提供するための改革を実行に移そうと考えていた白鳥でしたが、理事長の遺体が死亡解剖に回されることになります。一方、自身が培養した球菌を使用された藤巻は両親の呵責に苛まれます。心臓の手術を控える妻真帆の命を盾に白鳥から脅されているため、警察に届け出ることもできません。そんな中、最初に球菌を作り出した人物から藤巻宛てに一通の手紙が届きました。球菌を使った代償を払ってもらうと手紙に書いてあり、恐怖を覚える藤巻。その後、周囲でまたしても球菌を使った殺人が行われます。どんどん追い詰められる藤巻は、さまざまな脅威に翻弄される中で犯人を見つけることができるのでしょうか。ついに始まった反町隆史さん主演のドラマ「グレートギフト」。ドラマが始まってすぐにスリリングな展開となり、一瞬も目が離せないストーリーとなっていましたね。初回拡大スペシャルでしたが、あっという間にドラマを見終わった感じです。グレートギフトの脚本を務める黒岩努さんは、これまでにドラマ「ラストマン全盲の捜査官」や「東京 MER 走る緊急救命室」などのヒット作を手掛けてきました。今回の作品もヒットすることが間違いないと思われ、今後の展開に期待が高まります。主人公の病理医藤巻辰臣を演じるのは反町隆史さんで、これまでの反町さんとはちょっとイメージの違う人物を演じていらっしゃるのが印象的でした。藤巻は人とのコミュニケーションを取ることが苦手な性格で、人と目を合わせるのが苦手な様子。顕微鏡としか目が合わせられない変わった性格の持ち主で、どちらかといえば陰キャタイプの人間です。誰かと話をするときはおどおどしていて、自信なさそうに下を向いて話す藤巻を演じる反町さんがとても新鮮でした。そんな反町さんといえば、ドラマ GTO での熱血教師役が有名で、ビーチボーイズなどこれまで男らしい役どころが多かったかと思います。しかし今回は遺体と向き合う寡黙な男性を演じることになった反町さん。イケメンなのにおどおどしている反町さんの姿にギャップ萌えしました。ちなみに反町さん演じる病理医がどんな職業なのか全く知らなかったので調べてみたのですが、正確な診断と適切な診療に欠かせない重要な役割を担うお医者さんだということが分かりました。直接患者さんと関わることはあまりないようで、コミュニケーションを取るのが苦手な藤巻にうってつけの仕事のようです。
だからこそこの仕事を選んだのであろう藤巻ですが、実際には人の命を守る最後の砦になりたいという熱い思いがあったようです。しかしそんな熱意が藤巻からは感じられず、だからこそ周りの医者たちから見下されているのだろうと感じました。心臓病を患って入院中の妻真帆との夫婦関係は完全に冷め切っていて、娘の明かりからも完全に見放されている藤巻。真帆の手術をきっかけに家族との関係がいい方向へ向かうことを期待しています。藤巻と同じ職場で働く病理医の一人に伊集院薫がいます。彼を演じるのがお笑い芸人見取り図の森山慎太郎さんで、この作品がドラマのレギュラー初出演だそうです。普段はバリバリ関西弁の森山さん、そんな彼が完全な標準語だったため思わず吹き出しそうになりました。どこかでボケるのではないかとヒヤヒヤしていたのですが、きちんと最後まで演技をされていて正直ほっとしました。真面目な作品なのでボケることは難しいのかもしれません。それに反町さんやベテラン俳優さんを前にアドリブを入れるのも難しそうです。それでも伊集院は藤巻との絡みも多く、今後森山さんが重要人物になる可能性もあります。森山さんの演技がどんどん磨かれていくのだろうと思うと、これからの出演がとても楽しみですね。主演の反町さんはもちろんのこと、グレートギフトには数多くのイケオジが出演しています。筒井道隆さんに佐々木蔵之介さん、津田健次郎さんなど素敵なおじさま方が画面に勢ぞろいするシーンは胸がキュンキュンしました。皆さん声も素敵で背が高くてスタイルも良く、周りのおじさんとは比べ物にならないくらいかっこいいです。この作品は新種の殺人球菌の解明と病院内の権力争いがテーマとなっているようですが、一体誰が殺人球菌を作り出したのか、そして球菌を使用し殺人を繰り返している犯人が誰なのかが気になるところで、一番怪しいのは元総理大臣の愛人安住杏里かと考えました。会員制ラウンジのオーナーでもある彼女の店には政財界の重鎮が集います。元総理大臣の愛人だった杏里は権力を持った人物が好みだと言っていました。そのため杏里には多数の愛人がいるかと思われ、そのうちの一人に元総理大臣を殺すよう命じられ、悪に手を染めたのかと考えました。しかし殺人球菌で亡くなったのは元総理大臣だけではありません。病院に入院中の年配男性も同じ症状で亡くなり、安里が犯人の可能性はとても低くなってしまいました。病院内の何者かが球菌を使用し殺人を行っているのは確かなようですが、一体誰が何の目的で元総理大臣を殺害したのか謎です。この謎が解けた時、藤巻の周りで大変なことが起こりそうな予感がして、謎が解ける瞬間を今からワクワクします。藤巻が培養した球菌が妻の主治医である白鳥実によって使用されました。藤巻は直接手を下してはいませんが、かなりショックだったと思います。
警察に届け出たくても妻の命を考えると白鳥のことを訴えるわけにはいきません。これから藤巻は一人でこの事件のことを抱えることになるのかととても気になります。同じ職場の久留米誉が味方になってくれそうですが、実は彼女こそが犯人かもしれず、迂闊に藤巻は給金のことを周りに話せないだろうと思いました。給金を作り出した人物は藤巻が給金を使用したことをすでに知った様子。今後彼が命を狙われる可能性があり、ヒヤヒヤドキドキの展開が繰り広げられそうですね。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。